はい、こんな感じでですね、37インチのテレビで大画面で見ております。こうね、ツイッターとかね、こんな感じです。さあ、2時18分でございます。13インチのレティーナディスプレイの MacBook Pro が今発表されております。はい、ただいま2時28分でございます。MacBook Pro のレティーナディスプレイの13インチのやつが発表されましたね。価格が、128GB のやつで1699ドルと。これ日本円にして、13万5千円ぐらいということで、ね、僕はいらない。はい。今日からもう買えるよと。注文できるよということです。重さが 1.6 キロぐらい、1.7キロぐらいということで、ちょっと重いなってみんな言ってますね。で、今ね、Mac mini の発表が、続いております。4GB メモリ、500GB のハードディスクと。で、まあ、599ドル、今日から出荷しますよということです。はい。iPad mini 作るのかな？もう眠くなってくるのよね。なんか新しい iMac が来る。お、薄い。なんだこれ。お、薄い。お、拍手が起こっております。なんかみんな興奮しております。超薄いっす。なんだこれ。お、薄。おっと、これはちょっと欲しいぞ。これはすごい。iMac 薄っと。薄っと。これ、すごい。麻薬薄い。これは欲しいと書いていきましょう。はい、出てきました。ひっくり返すと、お、くるくるひっくり返してる。ひっくり、そこなんだ。こうくるんとなってんだね。こうくるんとなってんだ。ボコンってなってんだね。見せ方がうまいね。斜めから見せちゃったらね、ちょっとあれじゃんね。iMac が発表されております。ドライブがなくなって薄くなったということでございます。80%薄くなったと。最薄部で5ミリ。これはちょっとね、みんなこうタイムライン上でも驚いてますね。iMac が欲しくなるとはっていう。ちょっとこれ俺も欲しいな。うちにちょっと置いときたいもん、こうやって。動画編集用にね。いいな。2時36分、iMac のプレゼンが続いております。今ですね、フラッシュと、ハードディスクを両方ね、積んで、こうね、こう、うまいことこうやってっていうね、俺の、まあ、つまり俺の持ってるね、HP のパソコンと同じですよ。やっと俺の HP のパソコンに、パビリオンノートブック DV6 に、やっとね、この iMac が追いついたかなっていうね、ところですよ。はい。新しい iMac なんですが、今、価格がね、21インチが1299ドル、27インチが1799ドルということでね、まあ、11月とか12月とか、まだすぐは買えないということみたいです。はい。ということで、次、iPad に入りました。どうなるのか？